皆さんこんにちは。最近指輪実装されて85層とか50層以上でモブ狩りレベリングする人もちらほら出てきたので、今回はちょっと85層のサブクエストでなんか面白い仕様があったのでちょっと動画にしようと思いました。まあ、この85層でレベリングするならっていうことでいろいろ喋っていくんですけど、まあ、その前にこういう85層のような上層で狩りする場合ってコルの効率もいいっていうところからちょっと説明していこうかと思います。俺が今いるのは85-1なんですけど、まあ、このオークを倒すサブクエスト80体倒せば達成になるんですけど、これ回復ポーション報酬に20個あるんですよ。でまあ今サブクエストの報酬経験値2倍のキャンペーンなので267万経験値って書いてあるんですけど、実際はこの半分ですね。まあ今2倍ってなってるから初回と同じ経験値量なんですけど、でまあこの問題のコルですね、これ1回達成で2万3000コルもらえるんですけど、この回復ポーションって1個売ると250コルで売れるんですよ。で10個で2500コルで20個で5000コルになるんですよ。だから実質ここの報酬に5000足した値で2万8000コルになるんで、これ1個達成で2万8000コル、しかも80体倒すと達成できるっていう、そうですね、これ80体倒すだけで確実に達成できるので、これかなりいいサブクエストで、まあ、他にもこの赤い犬っころ、これ倒して、まあ、進むサブクエスト、あこっちはあれか、あの回復ポーションとか関係ないけど、まあ、やっぱり85層っていうことでコルの報酬は大きい感じですね。やっぱだいたい2万3000とかですね。である程度強い人なら直剣モッドでワンパンできちゃうんですよ。まあ、こういう感じに一発で仕留められるんですけど、まあ、こうやって全体攻撃でも倒しきれたりするんですけど、まあ、85層ならここは弱点属性が突飛で、まあ、属性耐性とかないんでモブには、まあ、火事場読みとか使ったり、あとは裏セットをこういうスイッチゲージ増加量がとても多いやつ、まあ、俺はこれ2枚持ってるんで、これ2枚打つだけでスイッチゲージが満タンになるんで、1回打つと半分まで溜まるんで、これ、まあ、そういうのだったり、片手直剣だとこういう全体攻撃でスイッチゲージ増加量が多いやつ打つと、例えば3体まとめて勝ったりするとこれ全体攻撃なんで全部当たって、でスイッチゲージが満タンになるんで、まあ、他にはこういうクールタイム減少するやつとかも使ったりしてもいいし、まあ、それで直剣もっと打つ頻度高めたりしてね。で、まあ、あとはスイッチって片手直剣の方で打つとスイッチチャージっていう熟練度スキルが片手直剣の方にあるので、これスイッチ打つと SP が30回復するんで、片手直剣でスイッチ打つ場合ね。だからなるべく片手直剣の方の装備セットでスイッチ打ってっていう感じですね。まあ、そういう感じだとやりやすいみたいなのはありましたね。でこの 85-1 のサブクエって2つしかないように見えるんですよ。まあ、ここハテナってサブクエ受けるとハテナってなるじゃないですか。こことここで受けたことになってるやつなんですけど、ここがサブクエなんですけど探し物のやつで、モンスター倒して報酬経験値もらえるやつじゃないんですよ。まあ、今サブクエ2倍なんでこういう探し物のやつでも、まあ、2倍にはなってるんですけど、まあ、1日1回のやつなんで、この甘口層のやつね、まあ、これもね回復ポーションを売れて、まあ、コルが2万3000なんで、まあ、これも場所が分かってればね結構コルいいかもしれないですけど、まあ、2つであるように見えるんですけど、ちょっとね85層でレベリングしているうちに俺はちょっと違和感を覚えました。あの基本的に階層フィールドのモブってワンフロアに3種類いるんですよ。でもよく見たら85-1って4種類いたんですよ。でこの85-2にもカエルがいるなと思って、でこの85-2のここにいるサブクエスト案内人ですね、これ話しかけて受けると、この味は見かけによらぬものっていうサブクエが受けられるんですよ。これフリルドフロッグって書いてあるんですけど、倒すモンスターがね。でこれ受けて一流浄化町に戻って、これ85-1に戻って、もう一回カエルを倒してみたらサブクエが進行しました。これ画面左上にこれ受けてるサブクエのやつあるんですけど、まあ60のうち3匹進行してるんですけど、
これ倒すとほら4になって進行してるんですよね。今85の1で倒したんですけど、これ85の2で受けたサブクエです。でまあこれ実質3つ受けられてるので、まあ、このカエルのサブクエ含めて2つ達成したら1回このカエルのやつを、まあ、メニュークエスト受注クエストで、まあ、ここ達成すると報告するっていうボタン出るんで飛んで、で85の2に行ったらもう1個達成してる時に、まあ、ここもう一つの報告するボタンで飛んで戻ってっていうのができると思うんで、でこの85の1でレベリングしてる時になんかここのエリアですね、ここのエリアでなんかレアモンスターの脇がなんか異様にいいなって思って、レアモンスターのリポップ速度が速いのかなって思ったんですけど、俺一回50層行ってレアモンスターのリポップ速度計測したんですけど、1回倒してから3分経ってリポップしたんですよ、レアモンスターで。85層でも同じことやったんですけど、85層でも3分でリポップしたんで、そこはもしかしたら全階層共通なのかもしんないんですけど、なんでそのレアモンスターの脇がいいっていう感覚になったかな、やっぱちょっと違和感あるから調べてみたところ、このフロアのここのエリアですね、今俺がここいるエリア、一番右上のエリアの一つ左隣ですね、ここのエリアってこのオークとこの赤い犬っころとこのキョンシーのやつ3体いるんですよ、レアモンスター。基本的にこの一つのエリアにレアモンスターって1体とか、まあそれくらいなんですけど、ここ3体いるんで、で3体って普通に狩るよりコルが3倍になるんですよ。でこれ普通のやつ倒すとここ164コルって書いてあると思うんですけど、ちょっとこれ倒してみますね。これ倒すと、まあ、経験値が、まあ、結構多めにもらえてますね。5倍くらいかな。でコルが3倍になってるんですよ。まあこれ今ギルドスキルもつけてない状態なんですけど、多分ギルドスキルつけたりブーストつけたりすると、まあ、もっと開きがあるんじゃないかって思うんですけど、獲得コル3倍っていうとコルインゴット結構効いてくるのかなって。だって1回これ3体一気に出てくるから、まあ、ここ狩り場エリアが 1,2,3,4,5 個あるんで、まあ、そのうち2人をここに配置して、強い人2人とかね配置して、でレアモンスター出たら真っ先に買ってもらうっていう風にすると、まあ、レアモンスターはレアなアイテムもちょっと出やすいので、有料な金属片とかも、まあ、これ出やすいんで、まあいろいろメリットがあるよと。だからレベリングとかコル集めする場合はなるべくここに強い人を配置して、でここ噴水広場のところにカエル3匹しかいないんですよ。ここに、まあ、そんな強くない人配置してもいいのかなって思います。3体しかいないんで、まあここのカエル飼ったらこっちに移動して狩るっていうのも全然いいんですけど、あと俺前にこれツイートしたんですけど、50層と85層とで、まあ、1体倒した時の経験値とかいろいろ比較したんですけど、まあ、1体で500ぐらい経験値差があると。で熟練もね結構もらえるんで、あの縦の熟練上げたい時とか、まあ、勝ってるうちにね案外上がるので、直剣モッドとかでね一気に勝っちゃってね、まあでもあのそうやって直剣モッドで一発で倒せなくても全然、なんか昔は本当に時間かかっても倒してたんで、まあなんかそういう時間かかっても倒したら効率がいいかどうかとか、まあそういう細かいやつは、まあいずれ動画にできたらなって思います。細かく、まあ、計算しようかなって思ってるんで、まあいつになるか分かんないですけど、やっぱねここね50層と85層のコルのレアモンスター勝った時の差がやっぱ100以上あったりとかするので、まあ、一気に3体出てくるこのエリアがすごいって話で、まあ回復オブジェクトもここちょっとあったりしてね、何気いいので。でサブクエ3つ分受けたら、まあこことかも、まあ、全部サブクエ対象モンスター、まあ、ほとんどサブクエ対象モンスターになるんで、まあ、何気いいかなって感じがします。まあ、最後にちょっと関係ないんですけど、このオークとか犬っころとかちょっと10層を思い出すなって、10層の桜の木のあるフロアですね、85の2とかもなんか落ち武者みたいなのがいて、まあ、10層は和風な階層だったんですけど、ここ中華なんですよね。なんだろうね、あのアジア系でちょっと似たような感じにしてきたのかなって、ちょっと
と思いました。まあ、全然関係ない話でしたが、まあ、関係ないので最後に言おうと思ってたんで、まあ、以上で85層の狩りもいいよっていうことをお伝えしました。まあ、正直俺最初85層で狩ってた時はその効率とかどうでもよくて、なんか楽しければいいって思ってて、昔ってモブ弱化する前の話ですね。あのパワーバランス調整で50層以下のモブが HP10 分の1になったんですよ。でその前って本当にもう生きるか死ぬかみたいなギリギリのレベリングをしてたんですよ。でもそれが楽しかったんですよね。昔はみんなすぐあのやられて、あの赤いサークルできて助け起こしみたいになって、でそれをなんか助けてヘルプっていうなんかスタンプとかね売って、誰かが駆けつけてあの生き返らせてくれてありがとうみたいな、それがなんか楽しかったんですよ昔。なんかそういう感じね、ちょっとね昔思い出したくて、こういうね上の階層でレベリングとか最近なんかいっぱいやってるんですけど、あのまあもうそろそろ終わっちゃうんですけど、このイベントサブクエ2倍キャンペーンね、経験値終わっちゃうんですけど、これ聞いてたからかめちゃくちゃ効率良かったです。やっぱ、まあ、強い人2、3人とか来たんですけど、それでもやっぱ弱い人でもあの直剣もっと持ってるんで、やっぱ2発3発で倒せちゃうんですよね。それでも2発くらいかな。やっぱりなんか効率良かったです。やっぱサブクエ1個で300万近くこれ経験値がもらえちゃうんで、これがすごい大きかったですねやっぱり。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。